私も心の場の限りを尽くして説明をさせていただいたつもりですがそれがご信頼を得るには至らなかったということだと思います力及ばすでございましたまさに私の不徳の致すところで応援していただいた皆様方には本当に申し訳なく思います政治と金の問題が争点となる中安倍派五人衆の一人高木元国対委員長が落選するなど 裏金問題に関わった四十六人の候補者は十八勝二十八敗という結果になりました。一方裏金問題で自民党を離党し、無所属で出馬した世耕元経産大臣西村経産大臣は勝利しました。裏金問題は関わった議員だけでなく、自民党全体への逆風となり。石破内閣の閣僚も二人落選しています。一とに私の。 力不足でございます心からお詫びを申し上げまた御礼を申し上げたいと思います本当に申し訳ありませんでしたお前は法務大臣にふさわしくないとこうご判断いただいたというふうに理解してますのでそれはあ,のありがたく受け入れたいというふうに思っております選挙戦の直前に旧統一協会の関連イベントに 自身や秘書が合わせて37回出席していたことが判明し、落選した牧原大臣はこのように話し、法務大臣を退く意向を示しました。また、連立を組む公明党の石井代表が落選する波乱も起きています。石井代表は先月就任したばかりですが、比例代表から小選挙区に転出したものの、国民民主党の候補に敗れ、重複立候補していなかったことから落選となりました。 公明党は新たな代表を選ぶことにしていますが石破総理の政権運営にも影響は避けられない情勢です。